The Art of Charlie Chan Hock、ok、Chai は、シンガポール人の漫画家ソニー・リュウによるグラフィックノベル作品。2015年にシンガポールのエピグラムブックスから、翌年にニューヨークのパンテオンから刊行された。中国5番署名は、漫画の王、陳福在聖伝である。架空の漫画家、チャーリー・チャンホック・チャイの表伝として描かれており、作者ソニー・リュウが案内役となる。 現在視点のカラー漫画の合間に、ちゃんが描いたとされるバラエティ豊かな漫画作品、スケッチや油絵が掲載されている。植民地時代から現代までのライフストーリーと並行して各時代の政治的状況を風刺した作品を紹介する形で、シンガポール政府公認の現代史に代わるオルタナティブな歴史解釈が提示されている。そのため、観光にあたって、 政府の出版助成金を取り下げられる一幕もあった。ビジュアルなスタイルの多様さは際立っており、古い写真や雑誌の切り抜き、あるいはテープの跡が残る制限稿が実際にその時代を経てきたかのように再現されている。幼いちゃんの稚拙な絵が模倣を経て、独自の絵柄を確立するまでの過程も周到に描写されている。作中作の多くは、 コミック誌に残る名作へのウマージュとなっている。チャンが少年期に描いたロボット漫画は、初期の手塚治虫を思わせ、日本軍による虐殺事件の描写には、アートスピーゲルマンのマウスの影響が見られる。第二次世界大戦や直後のマラヤ危機を題材にした、戦記者は EC コミックスのスタイルで描かれている。その他、イギリスの漫画週刊誌、イーグル、ウォルト・ケリーの 午後リトルにも、マット、ダークナイト・リターンズなど、引用作品は、媒挙に暇がない。観光翌年の2016年に、シンガポール文学賞を受けている。国際的にも高い評価を寄せられており、2017年の、アイズナー賞3部門など多くの受賞がある。2020年時点で日本語版は出ていない。2010年、72歳のチャーリー・チャン・ホック・チャイは、 インタビュアーに語る。ザビーノやスーパーマンと同じ1938年に生を受けた自分はシンガポールで最も偉大な漫画家となるべく運命づけられたのかもしれない。第二次世界大戦後の英植民地時代、路上の菓子本屋で手塚治虫の新宝島と出会って漫画の世界に目を開かれたチャンは16歳の時に描いたアーハッの巨大ロボットで 漫画家としてデビューする。この作品にはチャンが体験した学生や労働組合による暴動事件が取り入れられており、巨大ロボットは中国系民衆の象徴として植民地政府と戦う。抗議運動の支援者として登場した二人の人物、リークアンユとリムチンシオンは本書を通じて繰り返し感を見せることになる。チャイナタウンの警官、チャンは 漫画原作者を夢見る少年バートランドと意気投合して共作を始める。二人は子供向けの読み物に飽き足りず、独立の機運に湧き換える政曲を作品化しようとする。エイリアンに支配された地球を舞台とする SF ドラマの中で支配者の言語と法体系に通じたリークアンユーは独立活動家リム、チンシオンと協力して人民行動等を結成する。 心血を注いだ作品だったが、シンガポールの狭い出版界では発表の場を見つけられなかった。ちゃんとバートランドはやむを得ず、日本の赤本や劇画、さらにアメリカンコミックをヒントにして、安価なスーパーヒーローコミックの出版を軌道に載せようとする。読者はどこかの時点で偉大な漫画家がアイロニーでしかないことに気づく。本書で紹介されるちゃんの作品は、 ほとんどが未発表に終わったものである。ヒーローコミックはヒットせず、バートランドは漫画家としての将来に見切りをつけて、実業の世界に去っていく。国内外の政治情勢も激変し、人民行動等を離脱して、左派の領収となっていたリムチンシオンは、反共意識の強い各国の力で政治的に抹殺される。それによって、 権力基盤を盤石にしたリークアンユーはシンガポールに独立をもたらし、アジア有数の富裕国へと導いた。しかし、そこは自由な表現が花開く社会ではなかった。チャンは、八級の警備員として、ここをしのぎながら、無名のまま政府の強権と抑圧を風刺する作品を描き続ける。1988年、初老のチャンは、高い城の男に影響を受けた。 歴史改編 SF を描き始める。その世界では、リムチンシオンの社会主義戦線が人民行動党を選挙で打ち負かし、シンガポールを繁栄に導く役割を担っていた。チャン自身もそこでは国民的漫画家だった。しかし選択されなかったはずの真の歴史が蘇り、恐るべき力で世界を正しい姿に戻そうとする。リムとチャンは抗う。 チャンはこの作品の終わらせ方に迷い、未完のまま数年にわたって眠らせていた。しかし、現実のリムの訃報を聞いて、二人の主人公を過去のシンガポールに送り返すことで一つの結末を与える。若きリムは労働運動の投資としての道を再び歩み始める。チャンは歌詞本屋に目を止め、カール・バークスのドナルド・ダックに読み吹ける幸福を思い出す。2015年に、 リークアンユーの死を見送ったチャンは今日も画材を整えて制作を続けている。コミック文化史と絡めてシンガポールの国史を語るのは作者流が数年にわたって温めていた構想だった。ロバート・クラムラのアンダーグラウンドコミックスがカウンター・カルチャー・ムーブメントの産物であるようにコミックの発展は時代状況と密接に関連してきた。そこから発想を逆転させて コミックについて語ると見せかけて歴史を論じることが可能だと気づいたのだという。この作品で竜はザ・シンガポールストーリーと呼ばれる政府公認の歴史とは異なる歴史観を提示しようとした。シンガポールで育った竜は生死と矛盾する風説が存在することに昔から気づいていた。主流の物語が伝える認識はシンガポールは PAP のリーダーシップの下で あらゆる種類の手ごわい脅威に立ち向かいつつ、ひなびた漁村から近代的なメトロポリスにまで発展したというものです。それによって有権者は政権を信頼しなければならない、さもないと何もかもトランプタワーのように崩れ去ってしまう、と信じる人が増えることを期待しているのでしょう。しかし、カウンターナラティブは主流の物語に様々なレベルで疑問を投げかけます。 1965年のシンガポールは本当にひなびた、漁村だったのか ?PAP の成功はすべてが国家の維持に不可欠だったのか危機的状況は課題に、好都合な状況は過小に語られてきたのではないかソニー・リュウ、2016年のインタビュー流は生死を完全に塗り替えようとしたわけではなく、人民行動等政府が精錬で豊かな社会を築いてきた事実も否定していない。 ただ、語られる歴史と複雑な現実の間にあるギャップを埋め、より包括的な歴史観を提示したかったのだという。中心的に取り上げられるのは、シンガポールが AA 植民地からマレーシア連邦への加入と脱退を経て、独立に至った1950から60年代である。イアン・ジョンソンは、この時期について教えるシンガポールの歴史教科書を次のように要約している。 強大な隣国マレーシアから分離独立したばかりのシンガポールは冷戦の最中にあっては各るべなく、うちでは共産スパイに脅かされ、外ではドミノ国家に囲まれていたが、建国の父、リークアンユーが危険な左派勢力に打ち勝ったことでついに安定と繁栄への道を見出した。遺憾ながらその過程では多くの投獄者が出た。本書ではリークアンユーと並んで、 一般にはあまり知られていないリムチームシオンに大きくスポットが当てられている。労働運動出身のリムはカリスマ的な雄弁家であり対立党を率いてリーの座を脅かした。しかし政治が語るところでは密かに共産主義テロを目論んでおり、1963年の冷蔵庫作戦によって検挙されて歴史の表舞台から消えた。この権利には異論も寄せられている。 本書は、カバー裏イラストで、ひとやまふ姿に虎ということわざを使って、両者の関係を暗示している。首相退任後も政界に影響力を持ち続けた、リークアニユー人民行動等の一党支配が続く同国において、政府の公式見解に異議を唱えるのは、危険な行為であり、批判者は無期限交流や名誉毀損訴訟、その他行政上の不利益を覚悟しなければならない。 外国人に対しては表現の自由さえ保障されていない。永住権を持つマレーシア国籍の流だったが、シンガポールに帰化することで退路を断って、本作の制作に当たった。リークアンユーは海外メディアや外からの批判について、彼らは部外者に過ぎないと述べたことがあります。その挑戦を受けようと思いました。この国の一員になってやろうじゃないか。 私のやっていることが反シンガポールだとは思いません。この国はもっと歴史を広く論じ、もっと多様な過去についてのナラティブに目を向けるべきです。ソニー流・流2017年流が語るところでは、シンガポールには漫画産業と呼べるものは存在したことがなく、人口規模の2通った香港で独自の漫画が発展したのとは比較にならない。一説によると、知識階級がシンガポールを 移民先として選んでこなかったことがその理由だという。東南アジアの漫画研究者リム・チェンテューによれば、シンガポールの漫画文化は、新聞、雑誌に掲載される短いコミックストリップから、さほど発展しておらず、1980年から散発的にコミックブックの出版が見られるものの、漫画家がフルタイムの職業として成立するほどではない。竜自身は、 アメリカのコミック界で成計を立てていたが、出版社が権利を所有する既存作への参加が中心であり、自分自身の作品を描く場はなかなか見つからなかった。特に本書のようにローカルな性格の作品を国外で出版するのは難しいと思われた。しかし2013年に地元の書籍出版社エピグラムブックスが書き下ろし、グラフィックノベル出版に乗り出したことで発表への道が、 開けた。竜にとって、健康一滴の一作となった本書は、エピグラムが最初に企画したラインナップの中でも、群を抜いて野心的なものであり、国際的に予想外の反響を集めることになる。最初の構想は、多くの漫画家による作品の抜粋を並べた、通史的な画集のようなものだった。断片的な架空作品の集積から、世界全体を想起させる試みであり、 竜はそれをボルヘスの図書館に例えている。しかしやがて短い漫画と解説を交互に掲載する形式は一つのまとまった物語を語るのに不向きだと気づき一人の漫画家の人生を軸にすることにした。解説も当初は文章で書かれる予定だったがスコット・マクラウドやハービー・ピーカーのエッセイ漫画を参考に作者自身が語り手となる漫画で置き換えられた。 架空の作品群、主人公の階層、作者の論評といった重層的な構成に一本の芯を通すため、ロバート・マッキーの著書などで作劇法を学ぶ必要があった。適切な語りのトーンを作り出すためには、谷口二郎やアレン星の著作、あるいはウォーリーウッド、ハーベイ・カーツマン、藤子、カイ、藤尾のような漫画家の伝記が参考にされた。主人公の名は、 中国系ヒーローの原型である、チャーリーちゃんを思わせるが、直接的な引用ではない。作者の念頭にあったのは、ウェインワンの映画、チャンイズ・ミッシングである。失踪した人物を創作するうちに、多くの不可解な側面が浮上してくるという作品で、歴史を様々な観点から見ようとする本作とは、共通点があるという。その後から、ホックチャイという中国名が五感で選ばれた。 漢字表記は陳福罪である。主人公の人物像に時代感を反映させるため、数多くの出版人や漫画家、歴史家への取材が行われた。ちゃんの政治との関わりや契約の概念が曖昧だった初期のコミック出版会で経済的に苦闘する姿にその成果が現れている。歴史上の政治事件については、訴訟への恐れから多くの二次資料を通じて、 事実関係の調査を入念に行った。作中にも登場するシンガポールキノク国や書店は、グッズ制作などで本書に協力した。本作は制作当初に、シンガポール国立芸術評議会から8000シンガポールドルの出版助成金を受けていたが、シンガポールキノク国や書店での発売を翌日に控えた2015年5月29日、センシティブな内容で論争を巻き起こしたことを理由に、 女性が取り下げられた。芸術評議会のスポークスパーソンは、新聞と論壇への寄稿で、本作が政府とその管轄下にある公的機関の正当性の権威を潜在的に損なうものであり、我々の女性事業に関するガイドラインに抵触したと述べた。どの描写が問題とされたのかは明言されなかったが、リムチンシオンの社会主義戦線が人民行動等に代わって、 長期与党政党となった仮想歴史がそれではないかと言われている。この措置は国内芸術界や市民団体の反発を呼び、国際的にも広く報じられた。ただし、本書のプロモーションや作者流の創作活動がそれ以上の影響を受けることはなく、2017年のアイズナー賞受賞には芸術評議会から遠曲ながらも賛辞が送られた。 版元エピグラムブックスは表紙に印刷された芸術評議会のロゴをステッカーで隠して発売した。女性の撤回は逆に本書の知名度を高めることになり、初版戦部は数日で完売した。同年6月19日には早くもロゴを削除した第2版が発売された。重版のスピードはシンガポールの出版界で前例のないものだった。2017年時点で、 発行部数は1万5000部を超えた。人口の少ないシンガポールでは、グラフィックノベルの発行数は1000部が標準であり、本書は記録的なヒットとなった。しかし、作者流が SNS で公開したところによると、2016年9月時点での印税収入は、海外版を合わせても6万シンガポールドルに過ぎない。丸2年の制作期間がかかったことを考慮すると、 アメリカのメジャーなコミック出版社で作画を行っていた時と比べて相当な収入源だったという。2016年3月にパンテオンブックスからアメリカ版が出版され、フランス語、イタリア語版がそれに続いた。後にはスペイン語、ポルトガル語、関イアザ、ハンタイアザ版も出た。シンガポールのコミック作品が西洋で出版されたのは初めてのことだった。 米国版は1年で8000部が発行され、アマゾンやニューヨークタイムズのベストセラーリストに名を連ねた。2016年にはシンガポール文学賞を、さらにシンガポールブックアワードの大賞を受けた。2017年にはアメリカのコミック界で最も権威あるアイズナー賞を原作者検索画家、想定アジア作品国内版の3部門で受賞した。待たれたら、 カラーリスト、最優秀、グラフィックアルバムの3部門でもノミネートされた。同年に、デンマークのコミック賞ピンプリゼンを最優秀、海外コミック部門で受賞した。2018年、イタリアのコンベンションロミックスで、審査員特別賞を、バルセロナ国際コミックフェアでは、海外作家の作品部門で最優秀賞を受賞した。架空の作品群を通して、 多角的にストーリーを語る構成は多くの批評家から称賛された。ダグラス・ウォークはニューヨーク・タイムズで総意に満ち、表現様式の曲芸を演じていると評した。AV クラブはそれぞれに異質な文体、概念、美観、物語様式がひしめき合っているが、それらは損なわれることなく、つなぎ合わされ、全体として一段と高いものになっていると述べた。素描や油絵、 ミクストメディア、コラージュなどの技法を駆使し、また、日米への名作の画風を自在に再現した作画も高く評価されている。シアトルレビューオブブックスはアートのパルクールと呼んだ。シンガポールの独特な歴史、政治、文化を鮮やかに描き出した作品としても評価されている。ジョン・パワーズは、米公共ラジオ局におけるレビューで、目が眩むほどメタであり。 同時に深く心を打つと評し、政府の言論統制への批判というだけでなく、忘れられた人々や失われた過去、そして漫画を描くという行為への恋文だと述べた。作家マイク・ケアリーは、コミックブックというメディアへの祝賀、最難関クラスのテクニック、スリル満点のジェットコースター、ビルトゥングスロマン、戦後から現在までの断固たる総括と称賛した。 初めて国際的な認知を得たシンガポールのコミック作品でもあり、ストレーツタイムズ氏は同国のコミック誌におけるランドマークになったとした。バンドデシネ研究家、原正人は経済発展にかまけるあまり、シンガポールには文化が育たなかったという見方があるらしい。だが、それも今は昔の話だと思わざるを得ない。何しろ、 世界中の傑作漫画と並べてみても勝るとも、劣らない、これだけ知的で面白い漫画が、シンガポールで生まれたのだと述べている。アートスピーゲルマンは、マウスと同時期に、架空の漫画家の日記を通じて、アメリカ史を語る作品を構想していた。本作については、ソニーリウは私より、ずっと技術が上です。21世紀に、自分より絵が上手い人物が、 同じテーマで描いているのを見ると、嫉妬を覚えますと語っている。晩年のちゃんが愛用するセーラー万年筆者のインク。2020年11月、シンガポールの制作、配給会社108メディアによって、全6話、各30分のアニメシリーズが制作されていることが報じられた。2021年か2022年の公開が計画されている。ありがとうございます。